ホール、いよいよメインイベントを迎えました。戦うフリーター所秀夫に空手王安弘和也が挑みます。空手家として白い道着に身を包んで戦いを続けてきた。総合格闘技に本格参戦、安弘和也。すごい出고있습니다。カズヤは정도회관소속이고76년생입니다。 170cm에 70kg 제1 2회저ここにあり、強い安弘を大きくアピールしたいんです。悲願の王座へ、安弘和也。マックスには空手家は僕しかいないっていう。全日本青銅空手選手権を連覇し、マックスのリングでは強烈な打撃で山本キッドをあと一歩というところまで追い詰めた。そんな男の魂に来た心の夢は木っ端みじんにしてやる。安弘和也、空手仕込みの打撃で次々と強豪を撃破。山本キッドとの一戦でも強烈な右ストレートを叩き込み神の子を追い込んだ。空手仕込みの打撃が所に襲いかかる。その結末やいかに。対するのは青銅会館の切り札、安弘和也。空手界から唯一の参戦となった安弘の持ち味は多彩なパンチとキックのコンビネーション。青銅空手で培った魂で勝利を狙う。進化した俺を見ろ、青銅会館の上り竜安弘和也。類稀な格闘センスで数々の大会を制した天才空手家は K1 マックスでも強烈な一撃で敵をなぎ倒してきた。そして今年世界トーナメントに初出場を果たした。だが戦いの中で男は世界を取るために足りないものを痛感した。土管王者アンディ・サワーを相手にもう安弘積極的に行くしかない。右だ、